気力はやばい、もう飲み込まれ、飲み込まれるってどういうこと？そんなに大変なの？大人の見学すっごい止められるんだけど、そんなに結構大変なざわざわしたところなんですね。ざわざわ。え、みんな何してたの今日？何してた？逆に暇してたって聞いてちょっと安心したけど、本当？あら、そうなのね。ねえ、ほんとね、仕事の方多いね。ああ、それぞれですね。あ、ナナさんの見てきたな。ミッサーもやってるよね。私は予定より早くお稽古できそうになるので、はい、頑張ってきます。台本は今覚えてるとこですね。台本もらえるのですね。みんなもらえるんだよね。え、でも本当にさ、え、そういうのってとがきみたいなのもあるの？本当にセリフだけ台本もらえるって、みんなもらったことある人知ってる？あー、セリフだけなんだ。へえー、じゃあ誰々が誰々どこに入っていくみたいな、何々するみたいな、そういうのはないんだ。台本もらったら俳優ごっこする？やりな。じゃあ今度お話し会で見せてね。私の書き込みが入ったバージョン、汚いよ私のすんごい汚い。付箋とか使えばいいのに、使わないで直で書きます。私はもう汚いです。私の自分にしかわからないマークがたくさんある。みんなには解読不可能だよ。寝起きっぽい。違うもん、これから寝るんだよ。なんか多いです、多く感じます。すごく今までも多かった。あ、ねえ見て見て、フライヤー、フライヤーって言うんだっけ、もらった、この間行った時で。でもさ、なんか結構もらったんだけどさ、誰にあげればいいんだろうこれね。欲しい？あげるサイン入れるかと思ったけど、サイン入れられないぐらい派手派手。セリフいっぱい？そりゃ見てからのお楽しみ。だ、すごいです。
なんかね、2つバージョンがあるってことで、でもまだ片方のバージョンしか知らないんですよね。りんちゃんかっこいいって言われた。え、今の私？あ、違うか、今のフライヤーのやつか。もらってないんだけど、なんかもう一つのもどんな感じかみたいなやつはちょっと口頭で聞いたんだけど、なんかおもろでした。おもろな感じです。今はですね、なんかとりあえず動きをつけてみようみたいなことをしております。セリフがもし入っていなくてもちょっと見ながらでもいいから、このセリフの時はこういう動きをしましょうみたいな感じのことをしていますね。酒は入っていますか？今日入ってません。飲んでないよ。はい、今そういう作業をしております。あとお歌の譜面ももらって、たくさんお歌を歌ってます。でも歌稽古はまだ全然してないから、全く。声の音量頑張ってください。わかりました。声の音量頑張ってくださいって言われたので、頑張って大きい声で話します。任せとけ。ミュージカルなの？そうですね、ざっと音楽劇って言ってるので、多分そういうことだと思います。音量無理しないでね。はい、落ち着きます。ボリューム気をつけてくださいね。急に大きくなりますよ。覚えなきゃ。終わりにしようかな。もそんなね、バッコンボッコンするやつじゃないんですけど、なんかまたあざ作ってます。バッコンボッコンしないですよ、ないんですけど、なんか膝痛いです。痛い。なんかあざが、膝つく時の加減を知らないから、いつもそうなんですよ。なんか無駄に無駄な技を作ってます。知らぬ間に攻撃。いや、全部自分のせいなんですけど。稽古中の髪型決まったの？え？稽古中の髪型？うん。いつもフリースタイルでやってるよ。バサバサです、いつも。カービィの上に座らないで。座ってると思うじゃん。座ってそうじゃん。座ってないんだよ今日。いないです今日カービィが。
今日は舞台のダンス何かな何かな、何のダンスかな。ゴリゴリに踊りました。今日は何でしょうか。アイメイク可愛かった。今日のしてたやつ、あれ今日撮ったやつかと思うじゃん。あれ MV 撮った時の写真なんだよねえ、そんな前なのって、去年のなのってね。え、そう今日じゃないんだよあれ。うあ、なんかそういえば載せてなかったなーと思って、謎タイミングで載せたんだけど、去年です。あれは今日じゃないです。騙された。その調子です。皆さんよく騙されてくれましたね。ドブン分かってた。30% ぐらいですかね。苦戦します。帰り討ちにしてやるわ。ドバンまたやってほしい。時間見つけたらまたやるね。やるやる。長いとね、髪触っただけで髪がね抜けるのよすごいすごい抜けちゃうの。えいえい。特にシャンプーした後って私長いからさ、めちゃめちゃ抜けたみたいになっちゃう。お掃除大変なの。時間何で見てた。これで見てた。お風呂に持ってったの。あー危ない。もう足を机に乗っけてやってるから泳ぎ悪くてね、すみませんね。前髪もちょっと、そうですね、長めです。ちょっと伸ばしてみてます今。髪どうなんだろうね。やっぱ私はな、今別に何もする必要ないんじゃないかと思ってるけど、あのビジュアル的にもあれで撮ったし、それで良いでしょうって思ってるけど、何もなければこのまま。毛量すごい。え、本当？嬉しい。モハモハに見える。そう見えたくてつけてるの。え、よし、ちょっとやばい、覚えよう、頑張ろう。ドボンありがとう。みんなまたやるからね。いやでも今日は偉い、早くお風呂入って。明日頑張って早起きしよう。偉いぜ。終わりにする。ちょっとやることあるのでやってきます。ありがっつ。じゃあね、おやすみ。みんなも早く寝るんだよ。じゃあね。突然の終わり。